はい、こちら。あー144分の1、えー。ジオン軍モビルスーツ施作メカのアッグでございます。当時人気なかったなアッグは一番人気なかったんちゃうアッグ。うーん、これ。ホバークラフトで移動して、ホバークラフトで移動して、この手のドリルで、えー、要はあの、ジャブローを攻撃するために、あのと穴を掘るための、 サクモビルスーツがアックやね、これ。<laughs> これ。すごいよな、これ。えー、持ってる人いてんや、みたいな。僕も持ってるけど、たくさん。いやここ。よいしょ。ここね、ほら。ジュワック。これはユニコーンで出とったよな、ジュワック。で、これがアック街。はい。で、一応別の動画で撮ってありますけど、えー、ゾゴック。 ズゴックちゃうで、ゾゴックやん。<laughs> ゾックと、あのー、ズゴックの愛の声やから、ゾゴック。はい、これ。この当時やったらね、えー、一番人気あったのは、4種類。えー、アック、アックガイ、ジュアック、ゾゴックやったら、一番人気あったのはね、多分このアックガイやで。<laughs> もう究極の選択やけど、4種類やけど。うん、これ。アック。 ちなみにけどこれバンザイマーク当時物のなんですよ中開けてみようか開くかなあもう開いてんなちょっと待ってや <noise> こ,ん、ね、こんな感じですはいこれチラシが入ってんね当時のねあの試作モビルスーツやなこんな感じですはいこれねガンダムの世界が さらに大きく機体の新製品続々登場って書いてあってゾゴック、えー、アッグイアッグでジュアックだねこれこれねでこの下があのバンダイ、えー、バンダイ模型じゃなくて当時もバンダイになってんねんけどあの最高期やな最後の方に発売されたやつが、えー、これコアブースター マゼラーアタック、ガウ攻撃空母、移動要塞アッサム、試作モビルスーツザクレロ、で、えー、シャリアブルーが乗ったあのブラウブロー、これ。これがね、えー、一年戦争の一年戦争のモビルスーツ分とかガンダムのプラモデルでは最高機がこの辺やね、うん。この辺やねこれ。ちょっと逆側を見ようか。 これはね、正直やけどチラシが欲しいから買ったいうとこはこれチラシが欲しいから買ったっていうとこは,こっっこは、えー、磨き抜かれたメカニズムがオリジナリティを発揮リアルタイプシリーズ100分の1ゲルググリアルタイプドムでよく見かけるやろリアルタイプザクで全くリアルじゃないリアルタイプガンダムと。 リアルタイプ、ガンキャノン。なんですよ、これ。はい。これが、リアルタイプ。で、この後、あの、MSV やね。モビルスーツバリエーションになっていくね。これから、行こう。はい。これ。どうですかこれ。このね、えー、試作モビルスーツはね、この、この試作モビルスーツのチラシはね、僕ね、すっごい覚えてんねこれ。 覚えてんのが、あの、お風呂、お風呂の壁に濡れた時にペタって貼って、あの、半年ぐらいひっついてたことあってんな。<laughs> 風呂の、風呂の壁に。うちの親父が、誰やまや風呂にこんなん貼ってるやつはとかって言っててんけど、剥がすのももったいないから、そのまま置いてたことがあるんねれこれ。ここが貼ったってずっと4種類。で、出るんやけど、あの、正直やけど、ええー、いまいちやな。はい、あ。 まあ、あの、ユニコーンの時に、えー、ユニコーンの時に、あの、ゾゴックと、えー、ジュワックやったかな出てるはずやねんけど、なかなか厳しいな。<laughs>